1970年にパンアメリカン航空でデビューしたボーイング747。それ以降、各国の航空会社で導入され、改良を繰り返しながら半世紀以上活躍を続けています。2023年1月、 747-8F の最終号機がアトラス航空に引き渡され、これで747シリーズの生産が終了したのは記憶に新しいところです。747はシリーズで1574機が生産され、さまざまなバリエーションが存在しますが、その中で747-400が442機と最多生産機数を誇ります。その反面、わずか一桁しか生産されなかったモデルも存在します。今回はその中でも2機しか生産されなかったレア機材を紹介していきます。パンナムのジャンボ投入から遅れること約半年、 JAL も747-100 の運航を開始。その後、機体構造を強化した 200B や実質日本の国内線専用モデルの 747SR100 などを立て続けに導入。国際線、国内線の両方へジャンボを投入し、世界最大の747ユーザーの地位を築いていきます。747SR100 はほぼ日本の航空需要に合わせて製造されたモデルゆえ、ユーザーは JAL と ANA のみ。このあたりから日本のジャンボがガラパゴス化していきます。その後、 200B の機体に100のエンジンを搭載した 747-100B が登場。 SR100 と同様、離着陸の頻度が高い路線向けに製造されたモデルも JAL は導入。資料によって記述が異なるので、どれが正解か分かりませんが、イラン航空とサウジアラビア航空、JAL のみが導入。総生産機数は12機で、JAL は3機を運用しました。基本的には、SR100 と扱いが同等だったので、パッと見、区別がつきにくいかもしれません。1983年には、収容力と空力特性に優れた、747-300 を国際線に導入。2階席が延長されているのが特徴です。1986年には747-300と同様に2階席を延長した国内専用機種の 747-100SUD が登場。 747-300 のボディに SR100 と同じエンジンとシステムを搭載したタイプです。なお、 SUD とはストレッチドアッパーデッキの略です。この機種の生産数はわずか2機、世界的に見て非常にレアな機体でした。2階席最後部に独立して配置された窓が747-300と見分ける時のポイントでしょうか。747-300は JT9D シリーズの最終進化となる JT9D7R エンジンを搭載しているのに対し、 747-100SUD はJT9D7A を搭載。これが747-300を名乗れなかったわけです。100SUD は 747SR の増備という位置づけで登場したこともあり、大きなキャパシティを生かして国内線で活躍。 JA8170 と JA8176 の2機が導入されます。国際線機材の747-300では、2階部分後方のギャレーが位置する部分にも座席を設置し、2階部分だけで80席を確保。エンブラエル E170 の座席数が76席なので、それ以上の収容力があり、2階だけで小型旅客機1機分の収容力があったことになります。そして機体全体で563席と当時の世界最多の座席数を記録しました。747-100SUD を語る上で JA8170 に施された特別塗装を欠かすことはできません。1994年には 747-100B の JA8142
3機の767とともに初代 JAL ドリームエクスプレスに抜擢されました。そしてディズニーのキャラクターが描かれた機体で運用されています。1999年には人気ロックバンドグレイのメンバーが JA8170 に描かれた姿となりました。グレイのメンバーは函館出身ということもあり、主に羽田から函館、新千歳線を中心に運行。グレイのファンや航空関係者に大きな反響を呼びました。ところで、なぜ 747-100SUD はたった2機しか生産されなかったのでしょうか。この機種が登場した当時、まだ空港の設備が貧弱な中、増加し続ける乗客に対応するためにより大きな機材が求められていました。そのため2階席が広い機体が選定されたわけですが、それならわざわざ別機種とせずに747-300を国内線に投入すればよいのではと思う方もいると思います。これらの実質日本専用モデルは短距離飛行が主になることを想定し、多頻度の離着陸に耐えうるものとして作られていることは有名な話です。そして燃料搭載量を減らして最大離陸重量を減少させたことがポイントです。最大離陸重量は空港の着陸量や駐機量の算定に使用される数値であるため、最大離陸重量が少ない機体の方が着陸量等が安くなります。ちなみに当時と現在では着陸量の計算方法が異なるので、あくまでも参考程度ですが、国交省で公表されているある空港の着陸量は国際線仕様の 747-300 と国内線仕様の 747-100SUD で比較すると後者の方が10万円程度安くなります。燃料を大量に搭載して離陸する国際線機材と比較して、国内線ではあまり多くの燃料を必要としません。国内線仕様として燃料搭載量を減らし、最大離陸重量を減らすことで強力な JT9D7R エンジンは必要なくなります。そのためそこそこのパワーの JT9D7A が搭載されました。ただ燃料搭載量を減らすといっても、燃料タンクは300も 100SUD も基本同じものです。そのため書類上の手続きと簡単な回収を行うことで 100SUD でも国際線を飛行するための量の燃料を搭載することが可能です。そして 100SUD が登場した翌年の1987年には JT9D7A エンジンが生産終了に。この仕様の機体を製造することができなくなりました。それ以降は JT9D7R を搭載した国内線使用機 747-300SR が1988年に登場。 100SUD と同じ563席仕様でした。この機種も直後に 747-400D が登場したことで4機の少数生産となり、そのすべてを JAL が保有していました。ちなみにこの機種は後にすべて回収され、国際線に活躍の場を移しています。100SUD は少し特殊な事情で生まれた機体でありながら、20年間日本の国内線で活躍を続け、2006年に引退しました。タイの航空会社であるオリエントタイ航空へ2機とも売却され、タイへ旅立っていきました。オリエントタイ航空では数年間活躍したようですが、元 JA8176 はスクラップに。 JA8170 は機種部分のみがバンコク市内で放置状態となっていました。機内もこの有様で、旅客機の最後としては非常に悲惨さを感じるものです。なお2023年現在、この放置された機体は撤去されたようです。2000年頃、2階部分の長い国内専用ジャンボは全て 400D だと私は思っていました。機内誌の運航機材一覧のページに 100SUD の記載はありましたが、この機体は何なんだろうと感じたことが思い出されます。マニア以外の人でこの機体を知っている人は多くないと思いますが、特別塗装機に抜擢されたり、バンコクで放置されたりと話題には事欠かない機材でした。
ご視聴ありがとうございました。